体状分布とは、あるものの分布が、長い広がりを持ちながら、比較的狭い幅に限られた、一定の帯の形になることを指す。特に、生物の分布がある方向に向かって入れ替わっていき、外から見ると、それぞれの生物の分布域が、帯状に見えるものを指すことが多い。代表的なのは、海岸の岩の上に見られ、カキやツボがそれぞれにある水準に層をなしているのが、よくわかる。 ここでは生物の体重分布について説明する。体重分布が見られるのは次のような場合である。生物の分布に影響を与えるような環境要因がある地点から別のもう一つの地点まで一定の勾配を持って変化しているとき、対象となる生物の移動能力がその範囲を移動するには低いとき、これはどこにでも見られる条件なのでこのような分布は、 いろんな場面で見られる。例えば、海岸では、潮の満ち干があるので、長官帯ではその水準によって、海面から顔を出す時間に差がある。そうすると、上の方には、乾燥に強い生物しか生息できないし、下の方にはそうでない生物が出やすくなる。満潮線付近には、岩藤壺などが、その下には柿など、その下には紫以外が、といった風に決まった順番に、 岩の上に生物が付着する層が見られる。大型の海藻は、環潮線付近で、やっと出現する。淡水の水辺における、体調分布の概念図また、池の周囲では、沖に出るにつれて、深くなるから、水際近くでは、湿地性の植物が、浅いところでは、水面から上に茎を伸ばす水草が出現し、さらに深くなると、純菜など水面に葉を浮かせる、水草が出る。 ある程度の高さのある山ならば、標高によって上に行くほど寒い地域の植物が出現し、森林の型も変わっていくのが見られる。巨視的に見れば、地球上での緯度の差による生物種組成の変化も体上分布していると見ることもできよう。このような分布を見れば、それぞれの生物がそれぞれ異なった好みによって生活場所を選んだ結果と考えられがちであるが、 必ずしもそうではないことに注意すべきである。例えば海岸線の場合、満潮線付近に分布帯を作る富士壺は満潮時前後にだけ海水を被る。そして、この時間帯に餌を取り、後の時間は殻を塞いで耐え続ける生活をしている。そのような耐久能力があるからその場所で生活できるのではあるが、そのことは、その富士壺にとって、 そこが最適な生息環境であることを意味しない。実際、例えば新しい湖岸が,ができた時などに、富士坊の付着を観察すると、他の生物が付着しない間は、普通に見られる水準よりずっと下まで付着するのが見られるという。つまり、富士坊の生活に適する水準と、実際に海岸線で生活している水準は必ずしも同じではないのである。むしろ、 この富士壺の場合、もっと低い水準、一般に暮らしやすいはずの場所の方が、彼らにとっても暮らしやすいのであろう。しかし、他の生物が付着し始めると、次第に普段見られる水準に限定される。つまり、岩場に付着する他の生物との競争に負けたと考えるべきである。あるいは、このような極端に厳しい環境で暮らす生物の場合、 特殊な耐久能力を身につけたことで、競争の少ない場所に逃げ場を見出し、それによって生き延びていると見た方がいいのかもしれない。このように、互いに分布域がぶつかっている場合、それぞれの種の性質だけでなく、主観の関係によって分布域が決まる場合は多い。したがって、その分布域が、その種にとって好ましい条件の場であるとは限らない。このため、 しばしば体上分布の一方の端における分布は物理的要因で、反対のもう一方の端における分布は主観関係で規定されると判断できる場合が多い。他方、このような主観関係以外にも分布を決める要因はあり得る。例えば、富士壺の場合、妖精はプランクトンとして暮らし、その後にキプリス妖精と呼ばれる妖精となり、 岩の上を張って定着する場を探すが、この時、同種の親が見つかるとすぐそばに定着しようとする性質がある。このことは彼らが密集した集団を作りやすい要因の一つになっている。ありがとうございます。